パワーポイントとかも見ると、あの民生用のカメラがぐさっと入ってます。そのまま入ってます。何もしてないです。周りを近辺に行って、はい、そして、そのいろいろ試験とかしてる中で、あのこちらの方が、あの船外実験プラットフォームと結合する部分でございまして、こちらのところがこうついて、それで船外実験プラットフォームの方とくっつくことによって電力とか通信の機能が可能になります。それからちょっと水上の方にこう円盤があるんですけども、こちらがあのロボットアームで掴まれるための専用の取っ手になりまして、こちらをロボットアームが掴んで、それで船外実験プラットフォームとくっつけるというものです。で内部でございますが、上一番上にあるのがレックス J というロボットの実験ですね。この板から上は全部レックス J の実験スペースで、あのちょっと黄色のところがロボットの本体で、この空間の中を移動します。それでこちら側に穴があるんですけど、その穴を通して手をアームを伸展したりという実験を行います。それから下の段なんですけども、一番手前にはこちらがハイビジョンカメラ、 HDTV ハイビジョンカメラで、あの下見ていただくと分かるんですけど、下の包帯に穴が開いてまして、この穴を通して、地球の画像を撮影します。それからその隣が iMap の、VISI というセンサーで、こちらも地球を観測するので下に穴が開いています。それからその向こうの、大きな階段状のものが神父の実験になりまして、ちょっと移動します。それでこちらが神父で、ここがマストが神父です。それからそのシンプルの隣が iMap の DVI のカメラで、2つのカメラがあって、蓋が開くとカメラで撮影で、こちらパネルがはまってるので見にくいんですけど、こちらの奥にグリムズのセンサーがありまして、グリムズも地球を観測するので同じように下に穴が開いてまして、あの撮影用のカメラから地球を観測したのが全体の構成になります。ああ、だから、その方角的な方角。